やばい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 。ポンヌポンヌポンヌ。59分。ね、ママお誕生日、ママお誕生日。ごめんね、夜更かしさせて。でもね、この瞬間ためまってたんだよな。うん、今このタイミングでね、このタイミングであーちゃんはね、風呂に行ってね、風呂に行って、風呂に行ってって。間に合ったー。今これ見逃しになんか祝われるかなっていう感じで来た。1-0ハッピーバースデー。これが27歳を迎えたあーちゃんの姿です。風呂上がりでパックをしてかわいいです。ママ何歳になったと思う？ねえねえねえ、言ってあげな。26歳。イエーイ。じゃあポンスのプレゼントは？え、これある？はい。誕生日おめでとう。はい。書きます。3、2、1。ああ。これ。本当に。かわいい。本当にこの男が描きました、これは絵が。これはね、3個の手を描いたんだよ、ポンスは。3個の手を描いたの？すごいでしょ。どれがポンスで、どれがママで、どれがパパ？これは誰？パパ。これは？ママ。これがママ、緑がママ。すごい。なんか3人で手を取り合ってる感じ。ありがとう。いや、ウー君もあるのでちょっと待ってください。見てください、これがポンスがくれた絵です。いや本当にこの格好だった、マジで。あ、やばい、12時迎える時に風呂入ってないのやだって言ってギリギリに入っちゃったらこうなっちゃった。すいません、なんかパックしてるから笑顔になれないんだよね、あんまり。え、なに？ハピバースデートゥーユーがそんな引っ越し屋さんみたいな箱で来るとことある？え、何これ？はい。うわー、何これ、怖いな、なんか。え、大丈夫？何、大丈夫じゃないのか。大丈夫じゃなさそうな気がしてきたんだけど。なんで？そんなことはない。そんなことある？わかんない、わかんない、わかんないけどね。ルンバボンボンボルンバボン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 。いい。ということで、あーちゃんの掃除が楽になるようにルンバです。すごい。あ、そういうこと？しかも、あーちゃんのさ、ごめんなさい、アイロボットっていうのが見えたから、なんか犬みたいなやつだと思った。あー、危なかったね、あーちゃん。危なかった、びっくりした。危なかったね、あーちゃん。次の話を。すごい。はい、一旦手紙。え、手紙？一旦。あー、一旦書いてくれたの？あー、書いた。あー、一旦書いたから、ちょっと見て。読まないの？あーちゃんが読む？あーちゃんが読む。読んでください、どうぞ。はい。うーくんより。好き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 。え？好き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 。え、暗号とか文字じゃない？ちょっと開けてみよう。呪いの手紙なんだけど。え、ね、なんかさ、ご飯なんだけど、あれ死ねに見えてくる。死ねに見えてくるぐらい。俺の素直な気持ちだから、俺の素直な気持ち。なんだこれ。ありがとう。硬い、全然待ってくれる。シンプルな手紙でしょ。好きっていっぱい書いてくれてる。読みやすいでしょ。そうだね。まあ一旦ね。まあ一旦、じゃあありがとう。お願いしてね。でもすごい。なんかジュエリーとかよりこういうなんか生活感ある方がいいかな。助かるって感じ。おいしょ、うまいな、このあさりは。健康屋さんが。ちょっと手伝って、重いから手伝ってくれ。手伝ってくれ。はい、そして、そしてね、今日寝て起きたらちょっと旅行行きましょうとかね。ちょっと、嬉しい。いや、これね、ここに送ったらサプライズ感がないかなと思って、一回岡崎の家に送ったんだよね。はいはいはい。
それで今新幹線でこうやって持ってきた。大変。嘘でしょ。絶対誰か一人見かけた人いるでしょ、その姿の芝居で。すごい大変だった。こうやって持って、ありがとう。何もいらないよって言ったのに、あーちゃん、ありがとう。そう、何もいらないって言ってたからさ、うん、どうしようと思って。こっちを、ね、こっちに入れるとふっかちゃんってなるなんて。だから、まあ今日はね、うん、ね、そうだね。おめでとう。ありがとう。はーい、じゃあおめでとう。ありがとう。ありがとう。27歳になりました。23歳になりました。イエーイ、はい、じゃあまた明日。また明日。バイバイ。はい、すごい。待って、待って待って、トトロの世界。そうだよ、ふうくん、トトロの世界にさ連れてきてくれたの。そうだよ、そう。あー、母ちゃんが木に泊まりたいって言ってたから。今、軽井沢の木の家みたいなところに来ました。すごい、めっちゃもう理想なんだけど。ですが、見てください、雨がシャンシャン。あちゃ。でも大丈夫、安心して、明日は晴れって出てるから。あーちゃんの誕生日はさ、6月だから梅雨だからね、 いつもあの雨なんだよね。ほんと大体雨なんだよね。うん、うん、まあでもこれもね。じゃあ、じゃあ、はい、じゃあ帰ります。来てください、どうぞ。うわー、きれい。うわー、きれい。イエーイ、きれい。トーマスみたい。トーマス、全部木だ。和室と木と和室と木。ああ。畳と木がある。よかったね。すごい。マジでこういうとこに泊まってみたかった、あーちゃん。ね。森の中だもんね。そう。あーちゃんはね、木がはまってるんだ。あーちゃん、今食器とか家具とか全部木で。しかもさ、こんなに見渡すと、ほら、緑。木よ。木と緑、すごい。ダンロンある。すごい。あ、ハウスくんですか。こちらは何ですか。ベッド。ベッドですね。あ、気をつけてね、落ちないでね。うわ、ここも全部木なんだけど。すごい。待って、もしかして、わー、外が見える。すごい。ということで、あーちゃんの別荘です。ここが今日一日。嬉しいです。ありがとうございます。いいよ。じゃあ、夜ご飯が7時からなので、はい。それまでここでのんびりいます。はーい。はい、今は晩ご飯に向かってます。はい、楽しすぎます。最高に嬉しいです。よかったです。だってさ、軽井沢あーちゃん大好きだから運転したくなっちゃったからさ。ね。ちょっとの距離だったから運転してる。そう、あーちゃんは誕生日で妊婦さんなのに誰が運転するっていう。一番運転される時期なのにな。なんか。イエーイ。ということで向かいます。はい、晩飯にご飯がついたらまた撮ります。はい、なんかすごいちっちゃな一軒家みたいな、かわいいフランス料理屋です。じゃあ乾杯しますか。はい、乾杯したい。ちょっと待って、じゃあせーの、お誕生日おめでとう。乾杯。イエーイ、ありがとう。ノンアルコールスパークリングワイン、美味しい。大人の味ですね。食べよう。はい、こんな感じで飯を食うとります。じゃあさ、一個食べてみてね。いい？いいよ。ではいただきます。熱いかな。おいしい。はい、おいしい。はい、お風呂に上がり、お風呂上がりました。イエーイ。いやー、気持ちよかった。最高でした。でも明るい時にもっと明日入りたいから、明日も早く起きて入ろうね、妹。うん、そしてポンス君は
なぜか意図せずジャイアンカラーになりました。なんかジャイアンっぽいんだよな、あの人。ジャイアンっぽい感じになってます。ジャイアンの色みたいな。真似して。ダンダンやってよ。いやー、めちゃめちゃ最高だった。ね。でも、あーちゃんは一人で寂しかったよね。ごめんね。うん、あーちゃんの。22でお風呂入ってるって感じだった。あー、そっか。うん。なんか、パンさん、じゃあ、うーくんが見てね。私、こっち見るから、みたいな。ことになるんだろうな、将来って思った。うん、ふん。イェイ。Yeah. 気持ちよかったよね。Yeah. あ、うくん、え、なになに ?Wi-Fi 届いた？ん、なんかね、Wi-Fi なかったやん。うん、Wi-Fi なかった。で、この部屋に Wi-Fi がないと、うん。はいはいはい。なかったんで、フロントに電話したら、あ、部屋に届ける形になっておりますって言われた。あー、Wi-Fi をね。うん。珍しいなと思って今届いたんですけど。ワインオープナーです。あれ。ワインオープン。ワイン。ワイが。ワイがね、確かに合ってるけど。ワイン。違うんですよ。僕のミスなんですよ。Wi-Fi はもうここにあったんだよね。ああ、そうなんだ。ワイン。ワインオープナーが来た。かわいい。いいよ。面白かったから嬉しい。明日のさ、計画はどうなるかな。どうしようね。明日はさ、明日は晴れなんだよね。そう、晴れなの。で、私が行きたいのが、うん、糸の滝みたいな。しら、ちょ、待って。あ、繋がった繋がった。来た来た。あ、でもあれね、有名だよね。さっきね、フランス料理食べてる時にね、ポンソがね、うん、ちょっとさ、大事な話があるんだけどって言ってさ、うん、何って言ってさ、こうやって目を見たらさ、大好き。キュンキュンする、何それ。キュンキュンする、可愛い彼氏みたいな感じだった。うーくんがね、妊娠5ヶ月ぐらいになった時に、あーちゃん結構お腹がもう大きくなってきてね、足がパンパンになっちゃってね、そしたらうーくんが毎日ねマッサージしてくれてる。あーちゃん反応逆。ふんじゃないの。だからか、触られてるだけでも落ち着くし、それで私はいつも安眠できてるんだよね。うん、最近悪夢見ないよ、あーちゃん。ああ、そうなの。そうだよ。あーちゃん、ずっと悪夢見てたの。そうだよ、あーちゃん、悪夢ばっか見てた。だってこの間、いい夢、うん、悪夢の内容覚えてないけど、いい夢を見たんだ。何？あの、ウォーキングネットのダリルと同じ幼稚園に子供を預ける夢見たんだ。ジューン20になってしまいました。うん、明日いっぱい出かけましょう。あー、すごくいい天気だわ。ここに飲み物があったらすごく気持ちいいのにな。あの、すみません。すみません、来ました。あ、どうもありがとうございます。はい、こちらはトメカっていうトメカ。それではチンチン。チンチン。あ、美味しい。いやー、このバスがね、このコテージからフロントまでとか温泉までとかを移動するときに使ってるね、ちっちゃいバスなんだけど、これがね、ポンスがね、大好きすぎるんだよね。うん。楽しいんだよね。イエーイ。イエーイ、よかったね。で、後ろのパパです。はい、後ろのパパです。イエーイ。ママの二人です。ママと二人です。イエーイ。ドーン。イエーイ。後ろの誰がいるわ？パパがいます。あー、隠れた。隠れた。あ、着きましたー。こんなに最高な景色は、なかなかないです。こんなに綺麗な緑に。今から滝に行きます。はい、滝に行きます。滝に行きますあと10分です。はい、著作権がやばいので切ります。はい、みんなに見せてあげるこの景色、いくよ。この景色です。
空が見えます。あ、なんかハートに見える。あ、ここハートに見える。ちょっとここは銀座通りみたいなとこです。そうです、初めて来たね、うん。まあ、今食べたのは肉まん、シューマイ、ソフトクリーム、今うーくんがソーセージのなんかソフトはは、ホットドッグみたいなやつを食べました。うーくん、この身なりしてても芝居言うてバレるの何なの？なんか匂い、匂い発してる？これはアイス、アイス。これは、うん、なんか軽井沢ソーセージが有名らしいんで。へえ、そうなんだね。見てください、この卵。卵スイーツすごくない？そういうこと。食べてみます。え、うん、まっ。じゃあ次行きましょう。はい、お疲れ様。